当時中学3年の少女に現金を渡してみだらな行為をしたとして、29歳の会社員の男が警視庁に逮捕されました。児童売春の疑いで逮捕されたのは東京新宿区の会社員、高橋秀樹容疑者です。警視庁によりますと、高橋容疑者は今年2月、当時中学3年の少女に4万円を払い、武蔵野市のホテルでみだらな行為をした疑いが持たれています。 高橋容疑者は少女が無料通話アプリの ID を交換するインターネットの掲示板に援助交際を求める書き込みをしているのを見て連絡を取っていました少女は高橋容疑者と別れた直後にも書き込みをしていてそれを見た警察官が補導し高橋容疑者との関係が発覚したということです警視庁の調べに対し高橋容疑者は若い女の子に興味があったなどと話し容疑を認めているということです